皆さんこんにちは、コットンラフィア e クロシェットチャンネルです。皆様に素敵な e クロシェットライフを。今回はこちらのコットンメランジで編むブリオッシュカオルの動画解説をしていきたいと思います。コットンメランジ一玉でとっても簡単に編めます。ブリオッシュ編みという編み方を使っていまして、一般的な一目ゴム編みに比べて非常にふっくらとした編み上がりになります。縦のラインがすごく綺麗に浮き出るので、ざっくりとしたローゲージの雰囲気を味わうことができます。一玉で簡単に編めますので、皆さんもぜひ編んでみてください。コットンメランジ一玉、日本棒針の8号が2本、とじ針、シザーをご用意ください。今回動画ではコットンメランジの色番号4番ソフトブルーを使用します。大まかな編み方の流れです。まずこの長方形を編んで、それをこういうふうに重ねます。この V 字の部分を剥ぎ合わせ、そしてその位置にフリンジをつけます。これが大体の編み方の流れです。ではこの長方形の編み方なんですが、一目ゴム編みの作り目をしましたら、作り目を1段目と数えますので、合計で3段一目ゴム編みをします。続けてブリオッシュ編みを60段編みます。ブリオッシュ編みはイギリスゴム編みとも呼ばれます。最後も3段一目ゴム編みとなります。毎段編む際にはこの両サイドの部分ですね、はじめの2目、終わりの2目は表編みをしましょう。端のエッジの部分は滑り目をします。滑り目をすることで両端が膨らんでしまうのを防ぐことができます。それでは実際に作り目から編んでいきましょう。作りたい長さの3倍の長さを、用意しますね。今回90センチの幅にしたいので、270センチ、 2.7 メートルの位置に作り目を作ります。指にこのようにクロスさせて、このクロスのできたこの輪っかの中に糸をくぐらせることで、はい、一目目ができました。棒針は1本使っても2本使ってもどちらでも大丈夫です。お好きな方でしてください。糸玉の方を上に、糸端を下にします。糸と糸の間に入れて開きます。そしてピストル状にして握ります。はい、このような状態ですね。三角形のような状態になっていると思います。はい、この針にかかっているこちらを一目目、表目の一目目というふうに数えます。両サイド表表にして、あとは裏表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 で、最後に表表というふうに作っていきましょう。最初の一つが表なので、次の表も普通の、作り目と一緒ですね。親指の下側にあるところに針を入れてこの糸を持ってきます。そして上にかかっているこちらの糸をかけて、そして親指の間をくぐらせることで糸を手前に持ってきます。親指を離します。糸をグッと親指を使って引くと、はい、表目がもう一目編めました。はい、次から裏表裏表裏表というふうに編んでいきますね。裏目の場合はですね、今表目の場合はこの糸とこの糸を順番に拾いましたが、今度は人差し指の下側にあるこの糸と親指の上側にあるこの糸ですね、先ほど拾わなかった方を拾うというのが裏目の、作り目になります。最初にこの人差し指の下側にあるこの糸を下に針を当てて上に持ってきます。はい、そして続けてこちらに引っ掛けて持ってきます。そして人差し指の間をくぐらせます。人差し指を外して引っ張ると、はい、これで裏目の作り目一目できました。はい、あとはこの表と裏を繰り返します。表はこちらとこちらを、はい、
親指の下、人差し指の上、そして親指の間をくぐらせて親指を外して絞る。はい、はい、次裏目ですね。人差し指の下のこちらとこちらですね。人差し指の下をすくう、下から上にすくって親指のこちらも続けてすくって人差し指の間外してキュッと縛る。はい、次表ですね。こちら親指の下、人差し指の上、親指の間をくぐらせて親指を外す、キュッと絞る。はい、次裏目。人差し指の下、親指の上、人差し指の間をくぐらせてキュッと縛る。表目の作り目と裏の作り目、表目の作り目と裏の作り目。はい、これを繰り返しながら121目編んでいきましょう。最後はですね、表表となるように、しましょう。最後119まで編めましたので、最後120、121は表目ですね。表目なので表目で、これで121目編めました。作り目を121目しました。作り目を1段目とみなします。次、2段目以降の偶数段は裏側を編むことになりますので、編み図の逆を編みます。表目の場合は裏目を編むことになります。そして、全ての段ですね、一番右端、最初に編む目を滑り目してください。これは全ての共通となります。針を右から左に刺して隣の針に糸を移します。はい、そして手前のこちら側の糸を右から左に、奥から手前に針を入れまして、そして糸をかけて向こう側に針を、糸を持っていきます。表側の場合はですね、こちら側手前から奥に針を入れます。はい、そして奥にある糸を引っ掛けて手前に持ってきます。はい、そして裏編みですね。はい、裏編み、はい、表編み、裏編み、表編み、はい、表編み、はい、そして残り2目は裏編み、裏編みですね。裏編み、裏編み、はい、でひっくり返しまして、3段目ですね。奇数段は編み図をの通りの、編み方でいいです。右端は滑り目をして表目、あとは1目ゴム編みをして、最後の2目も表目、表編みという風になります。はい、入れて滑り目します。最初に滑り目をします。そしてもう一目表目なので表目を編みます。次から一目ゴム編みですね。裏表、裏表という風に編んでいきます。最初裏、表はこのように鎖状になっている時の右側ですね。だからこちらの目、奥にある方のこちらを拾って表、手前を拾って裏、奥側を拾って表、手前を拾って裏、奥に針入れて表、裏、表、裏、はい、これを端まで続け、最後2目は表目を2つ編みましょう。表、裏、表、表、これで3段目が編めました。そして次からブリオッシュ編みを編んでいきましょう。
そして4段目から63段目、60段分を、ブリオッシュ編みという編み方をして編んでいきたいと思います。両サイド、2目ずつ、表編みというのは変わりません。真ん中の3目目から119目目ですね、ここがブリオッシュ編みに変わります。ひっくり返して、はい、偶数段ですね、4段目偶数段、一番右端は滑り目をしてください。針に入れて、針に入れて隣に移します。滑り目をしました。はい、次は普通に裏編みですね。偶数段なので編み図を裏側から見てください。はい、表裏表裏という風に一目ゴム編みがなってますよね。表の部分は普通に表編みをします。はい、裏編みの部分で掛け目滑り目をします。掛け目滑り目、まず糸は針の手前です。そしてその2つを一緒に、この2本を一緒に針を右から左に奥から手前に入れた形になりますね。そのまま滑らせます。はい、表目は普通に表目、はい、そして裏編みのところですね、針の前に糸を置いて、はい、裏編みの要領で奥から手前に針を入れますよね。2本になってます。これをまとめて滑り目、はい、表目は普通に表編みして裏目ですね、はい、掛け目滑り目、掛け目をした状態で滑り目、表目は普通に編んで針の前に糸を置いた状態で裏編みの要領で針を入れて滑り目、表目、掛け目、滑り目、表目、掛け目、滑り目、表目、掛け目、滑り目、はい、掛け目、滑り目、表目、掛け目、滑り目、これを繰り返していきましょう。最後の2目は普通の 裏編みです。裏編みを2つ、裏編み、裏編み、はい、これで4段目が編めましたのでひっくり返します。次から5段目ですね。5段目は、編み図のまま、編み進めてください。両サイドが表編みを2つ、ただし一番右は滑り目にします。はい、そして真ん中をブリオッシュ編みですね。はい、右端を滑り目して表編みを1目、はい、そして次裏編みなので、裏編みは先ほどと同じですね、糸を手前に置いた状態で2本一緒に掛け目をします。滑り目をします。はい、そして、前段でですね、掛け目滑り目をした部分がこのような状態になっています。なので次表目は全てですね、この2本をまとめて表目をすることになります。表目、はい、そして裏編みの部分は掛け目滑り目ですね。針を裏編みの要領で入れて、糸は手前に針にかかった状態です。でこの2本を一緒に滑り目をします。はい、そして表目、先ほどの前段の掛け目の部分と、はい、普通の部分がを一緒に2本一緒に針を入れて、表目、はい、糸は針の手前に置いて掛け目をして滑り目、表目、掛け目滑り目して2本一緒に表目、これを63段目まで繰り返していきましょう。はい、63段目まで編みました。ブリオッシュ編みをですね、60段したことになると思います。ブリオッシュ編みではない普通の表編みがあると思うので、ここの目数を数えていただくか、もしくはブリオッシュ編み、
このブリオッシュ編みのですね、この一模様で2目分あるんですね。引き上げるので、2段で引き上げるので、なのでこのブリオッシュ編み1つを2目として数えれば、目数を、数えることができると思います。63段目まで編みましたら、次の、3段ですね、64、65、66段の3段は一目ゴム編みを編みましょう。はい、66段目まで、編めました、最後の一目ゴム編みを3段ですね編みました。編み終わりから3メートルの位置を切りまして、糸端をとじ針に通します。通して、はい、一目ゴム編み止めなんですが、分かりやすいようにこちらを使って解説していきたいと思います。赤の糸で閉じていきます。はい、まず両端は表目になっています。間は裏表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 という風な一目ゴム編みになっています。はい、まず一番端の表目、右から2目、このように右から左に針を通します。そして一番右は外します。棒針、針から外します。はい、はい、右が表目、右が表目、左が裏目になっています。この裏目の部分、右から2番目ですね、裏目の部分をこのように、このように針を入れます。このように、このように針を入れます。はい、まずこれが一番初めの糸の通し方です。はい、ここから一目ゴム編みの部分はですね、すべてもう同じ編み方です。表目同士やりましたら裏目同士をやるというのを繰り返していきます。一番右端には糸を2回かけた時点で針から落としていきます。それでいきましょう。まず表編みが1番目と3番目にありますね。1番目をこういう風に針を入れて、針から外して3番目にこのように針を入れます。左から右、右から左、はい、左から右、針を通しつつ糸を通し、はい、そして右から左、はい、そしたら次は裏目表目、裏目を表目と、裏目が1番目に来ています。裏目は上から見た時に、はい、このような形で、はい、右から左に針を入れて落としますね。そしたら新しく1番目に来た部分と2番目に来た部分の間に針を通します。間に針を通したら編み地を戻して、はい、この糸です。この糸にこのように針を入れてまた通します。あとはこれの繰り返しですね。1番目3番目表目同士、表目を左から右と右から左に針を入れます。右から左で、左から右で、右から左、はい、次裏側ですね。右から左で間をくぐらせて、すぐ左にあるこの、ここを前から後ろに突き刺す形ですね。はい、で右表目ですね。
右か左から右で針から落とし右から左はい次裏目と裏目裏目で針から外して向こうから手前そしてここをはい、裏目裏目はいそして表目表目裏目、ね、このように針を通して はい、で最後このように通しますこのように通しますで外しますはい、これで1目ゴマ編み止めができましたひと目ゴム編み止めを終えました長さはですね19センチで全てこう伸ばした時の長さが87センチとなっていますひと目ゴム編み止めが終わりましたら編み地をこのように重ねます22242628目目の位置と編み終わりが重なるような形ですね反対側も28目の位置と重なるように外表に合わせてこのように V 字に縫い合わせていきましょうこの縫い合わせはですねざっくりとで構いませんこの位置にはフリンジをつけるので重なった位置を閉じ合わせていきましょう、はい、そしてこちらの部分ですねはい、くぐらせてできたこの輪っかに糸を、はい、通します、はい、このような状態になりましたこの編み始めの糸と編み終わりの糸はですねフリンジと一緒に長さ揃えて最後に合わせて切りましょうはいフリンジですが40センチに切った糸を51本用意します3本ずつ半分に折り曲げた状態で先ほど V 字に縫い合わせた位置にフリンジをつけていきましょうこのように編み終わりの糸もですね揃えて切りましょうはい、すべてつけるとこのような形になりましたコットンメランジで編むブリオッシュカウル完成しました糸は 10g ほど残りましたコットンメランジ一玉でまっすぐ編むだけで編めてしまいますのでとても簡単です皆さんもぜひ編んでみてくださいチャンネル登録と高評価していただけるととても励みになりますよろしくお願いいたします最後までご視聴ありがとうございましたそれではまた